ルドルフ・ウィリアム・ルイス・ジュリアーニ3世は、アメリカ合衆国の政治家、ニューヨーク州弁護士。1994年1月1日から2001年12月31日まで、第107代ニューヨーク市長を務め、凶悪犯罪の撲滅及び、市の治安改善に、大きな成果を挙げた。アメリカ同時多発テロ事件発生時には、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領と共に、 テロリズムとの戦いを宣言し、世界の首長と称賛された。通称は、ルディ、ルーディがある。2018年にドナルド・トランプ大統領の顧問、弁護士になった。1944年5月28日に、ニューヨーク州ニューヨークブルックリンに生まれる。両親は、ニューヨークに多いイタリア系移民の2世で、カトリック教徒だった。ジュリアーニ一族の中には、警察官や、 消防士もいた。ルドルフは、マンハッタンカレッジを巡査優等で卒業し、ついで1968年に、ニューヨーク大学、ロースクールを巡査優等で修了した。ロースクール修了後は、ニューヨーク州南部地区連邦地裁で初期を務め、1970年に、連邦検察官に任官する。その後は、司法副次官、司法次官の主席補佐官などを歴任した。 当時は民主党員として活動し、1972年、アメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補、ジョージ・マクガバンを支持した。しかし、1975年に共和党のジェラルド・アール・フォード政権から司法時間法に抜擢され民主党を離党する。1976年、アメリカ合衆国大統領選挙で、 フォードが敗退した際はジュリアーニも司法省を退官し、弁護士生活に戻った。1981年1月20日に、共和党のロナルド・レーガン政権が発足すると、司法省のナンバー3にあたる、司法次官に任命される。1983年には、ニューヨーク南部管轄の連邦検事として、マフィア総統作戦の陣頭指揮を通り、組織犯罪、薬物事件、 経済事件などの対応、対策に取り組んだ。検事時代には、して筋のアイバンボースキーと、ジャンクボンドの王と呼ばれた、投資銀行家、マイケル・ミルケンというウォールストリートの大物二人を、インサイダー取引で告発し、その名を広く知られるようになる。他にも、マーク・リッチなどの大物投資家を、インサイダー取引で起訴した。暗黒街にもメスを入れ、ロナルド・レーガン政権が展開した。 撲滅作戦ではジュリアーニが検事として陣頭に立ち、当時、ニューヨークのファイブファミリーと呼ばれたマフィアの一層作戦を始めた。そして、ガンビーの一家のボスであったポール・カステラーノなど、ファミリーのボスたちを次々と起訴し、有罪に持ち込んだ。ジュリアーニは、事件の度に、メディアに登場し、知名度が上昇した。1989年には、共和党から、 ニューヨーク市長選挙に立候補したが、この時には民主党候補のデイビッド・ディンキンズに僅差で敗れた。治安改善1993年に、再び市長選挙に立候補し、前回敗れた現職のディンキンズを破って、当選を果たす。治安の回復を目標に掲げ、ニューヨーク市警察のトップに、ウィリアム・ブラットンを据えて、割れ間取り論を用いて、 犯罪率の減少に取り組んだ。利己法に基づき、マフィアのトップを重点的に取り締まった。検事時代と同じように、まず、イタリアンマフィアをターゲットにして、トップらを逮捕した。その後、その代わりに対頭する、中国、ベトナムカンボジアイランなどのマフィア対策を各国別に、練り、頂上作戦を展開して、大きな成果を上げた。警官を大幅に増やし、 マフィアの温床となるセックスビジネスの撲滅作戦に乗り出すなど様々な手を打ちニューヨークの安全化に努めた。汚職警官を次々と告発、追放するなど一時はマフィアより汚いとされていた警官の規律を正した。各辻には警官が立つようになりハーレムの名物や出店も一掃される。風気を正すため所々で火を吹いていたタクシーは 新型車両に交換した。実際に犯罪率を半減させて全国水準より低く抑えることに成功したことからその目標は一般には達成されたと評価されている。これによりニューヨーク市は全米でも最も安全な大都市となったとされニューヨーク市を浄化した市長として名声を博した。 なおギネスブックにおいても最も多く犯罪率を削減させた市長としてノミネートされている。一方で、検挙率の向上が市警察においては重要な課題となり、特にマイノリティ層を中心として市民的権利が警察により時に侵害されたとの批判もある。有名なケースとしては、 白人警察官らが武器を携帯していなかったアフリカ系移民のアマドゥディアロを指名手配犯と誤認して41発もの弾丸を打ち込み射殺した事件で死警察の暴力や人種差別に対して聖職者や芸能界などの著名人も参加する大規模な抗議デモに発展したその強権的な手法に批判的な市民や人権団体などから 名前のルドルフとかけて、ジュリアーニは、アドルフ・ヒトラーだ。イタリア系アメリカ人のジュリアーニの名字を、ファシズム理論を構築した独裁者ベニート・ムッソーリーニに、絡めて、マンハッタンのムッソーリーニなどの声が上がった。再開発ジュリアーニが、ニューヨーク市の治安回復とともに力を入れたのは、中心部の再開発であった。タイムズスクエアは長い間危険な場所と認識されて、いたが、 犯罪が減少するにつれてその利便性が見直された。同地の再開発は積極的に推進され、観光客、家族などを中心とする一般消費者が深夜まで安全に訪れることのできるエリアとなった。ディズニー MTV スタジオ ABC スタジオなどが同地に移転し、この試みは一応の成功を収めている。またジュリアーニは自身でもラジオ番組を持ち、 広報活動のために出演した。安全化によって観光客は増加し税収がアップしたことでアメリカ経済にも好影響を与えた。1997年にニューヨークを訪れた人々が使った金額は137億ドルに上り、ここから7億1000万ドルの税収がニューヨークにもたらされている。一方でマンハッタンに 新しい野球場を建設する計画は頓挫した。2000年上院議員選挙1999年4月に市長としての高い支持率を背景に翌年の上院議員選挙にニューヨーク州から出馬することを正式に表明する。民主党はヒラリー・クリントンを投入し名物市長とファーストレディという異例の顔合わせのもと1年にわたり激しい絶戦が繰り広げられる。 ところが、全米の注目を集める最中に、ジュリアーニの不倫が発覚。翌年5月、妻との離婚を発表し、ほどなくして、前立腺がんを理由に選挙戦から撤退した。同時多発テロ事件ニューヨーク市政においては、犯罪対策などで成果を上げていた、ジュリアーニだが、新野球場建設計画の中止や、上記の不倫スキャンダル及び自身の健康問題による、 国政進出の失敗もあって、2001年までは必ずしも全米で高い人気を博していたわけではなかった。しかし2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件は、ジュリアーニをめぐる環境を一変させる。同事件で、ニューヨーク市のワールドトレードセンターがハイジャックされた2機の旅客機から突入されると、さらなるテロの防止に奔走し、 高い危機管理能力を発揮した。この際、ジョージ・ W ・ブッシュが大統領であることを神に感謝すると述べた。また、アメリカの市長としては初めて国際連合で演説し、各国にテロ対策を呼びかけるなど、全米のみならず、世界からの賞賛を集めた。タイム誌によって2001年のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選出され、2002年2月13日に、 イギリス女王エリザベス2世から、ナイトの称号を授けられた。同年には、ロナルド・レーガン自由賞も受賞している。市長退任後にジュリアーニはコンサルティング会社、ジュリアーニ・パートナーズを設立し、同社の CEO を務める。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、現職のジョージ・ W ・ブッシュ大統領の再選を、強力に支持して、共和党大会での演説は、 好評を博し、加えて、活発に、ジョージ・ W ・ブッシュへの支持を呼びかける遊説を行うなど、ジョージ・ W ・ブッシュ陣営のキャンペーンに、多大の貢献をもたらした。このような動きの中でジュリアーニは全米における、認知度を高め、一躍次期大統領の有力候補となっていく。予備選、党員集会2007年2月5日に2008年。 アメリカ合衆国大統領選挙に立候補する意思を示す文書を連邦選挙委員会に提出する。その後、フォックス放送のインタビューで、勝つために参戦すると出馬を表明した。内政問題においては、党内恩恵派とされており、宗教右派など、保守的色彩が強い層からは、強い批判を浴びることもしばしばで、 党内の指名獲得争いにおいて苦慮する場面も少なからず見受けられた。しかし2007年11月にキリスト教右派の代表的人物パッド・ロバートソンがジュリアーニへの支持を表明し全米を驚かせる。その後も徐々に保守層への浸透を続けて党内での指名獲得競争を優位に進めていった。ジュリアーニの指名獲得に向けた運動は独特だった。 通常は多くの候補が重要視するアイオワ州、ニューハンプシャー州といった序盤州や最初の南部決戦となるサウスカロライナ州での勝利を捨て1月26日に予備選挙が実施されるフロリダ州や2月5日のスーパーチューズデーの代表殿に力を集中するという有力候補としては異例の選挙戦略をとり注目を浴びた。 全米でも民主党の有力候補をしのぐ支持率を獲得してきた唯一の共和党候補であり国民的知名度や中道層の支持を見込めることから選挙戦当初からジュリアーニを本命とする見方も少なくなかったしかし2007年12月に入り序盤州での選挙戦や報道合戦が本格化してくるとそれらの州での露出が減りかえって ジュリアーニの不在が話題になるほどであった。さらに12月後半には突然入院するなど、健康不安も再燃し、支持率は前減する。2008年1月に入り予備選、党員集会が本格化する中、初戦のアイオワ州から2月19日のネバダ州党員集会、サウスカロライナ州予備選に至るまで、多くの州で会に沈んだ。 戦略ミスを指摘する声も少なくない中で、陣営は、計算通りと強気の姿勢を崩さず、これらの州での選挙戦が過熱する中、多くの時間を、フロリダ州での選挙運動に費やした。しかし2月29日の同州予備選では3位に終わり、選挙戦からの撤退とジョン・マケインへの支持を表明した。政治的立場内政では、人口妊娠中絶問題で、 プロチョイスの立場を取り、同性婚には反対する者の,の同性愛者の権利を容認する姿勢を取った。かつては全米ライフル協会を過激派と批判するなど、共和党の候補者の中では唯一銃規制を主張していたが、2007年9月11日にワシントンで開かれた NRA の集会に出席し、銃規制緩和派に衣替えした。経済については明確に、 小さな政府路線を取るが、総じて内政においては、共和党恩恵派に位置づけられ、リベラル派で有名なニューヨーク自由党から支持を受けている。1980年代以降保守化が進む、共和党にあって、指名候補となれば、大きなインパクトをもたらすとされていた。他方で外交においては、高派として知られる。大統領選挙に向けた。 外交顧問団には親イスラエル派のチャールズヒルを筆頭にネオコンの父と呼ばれるノーマン・ポドレツ、マイケル・ルービン、ダニエル・パイプスといった著名な高派論客が名を連ね、イラク戦争を支持し、イランの核問題についても軍事力行使も言及するなど、ジュリアーニ自身も高派である。イスラエルからも党内切っての親イスラエル派と評価されており、 アフガニスタン侵攻後の2001年12月には、ニューヨーク州のジョージ・パタキ州知事、後継のニューヨーク市長に選出されていた、マイケル・ブルームバーグと共に、イスラエルを訪問した。そして、イスラエルのアリエル・シャロン首相と会談し、中東和平の実現のためには、イスラエルの生存権が、最大限保障されなければならないとの立場を示した。ほか、 テロとの戦いにおけるアメリカとイスラエルの共闘を呼びかけた。2016年の大統領選挙でトランプ候補の応援演説を行うジュリアーニ2016年のアメリカ合衆国大統領選挙においてジュリアーニはドナルド・トランプを支援。同年7月に開かれた共和党全国大会では大会初日一番重要な時間帯の演説をした。2018年4月。 ドナルド・トランプの顧問弁護士チームに加入。2020年のアメリカ合衆国大統領選挙で、トランプは民主党候補のジョー・バイデンに敗れる。11月7日夜にバイデンは勝利宣言を行ったが、トランプは敗北宣言を拒否。不正選挙があったと主張した。ジュリアーニも11月8日にフォックスニュースのインタビューに、対し裁判等で徹底抗戦すると述べた。 同年12月6日、トランプは、トワイタに、ルディ・ジュリアーニが、中国ウイルスで陽性になった。ルディ、早く良くなりますように。我々は引き続き頑張る。と投稿し、ジュリアーニが、新型コロナウイルス検査で陽性と判定されたと、明らかにした。ジョージタウン大学メディカルセンターに入院し、その4日後に退院した。2021年1月6日の朝、 トランプの支持者たちは、ホワイトハウス近くのエリプス広場にて、トランプやジュリアーニ出席のもと、アメリカを救う会という集会を開いた。この集会でジュリアーニは、決闘裁判をするのだと声を上げて求めた。同日、連邦議会議事堂はボートによって占拠され、5人の死者を出した。同年1月11日、ニューヨーク州弁護士会は、ジュリアーニによる、 抗議活動への関与をめぐり、ジュリアーニの除名に向けた調査を開始したと発表した。1月13日、トランプに対する弾劾の決議案が会員で可決。トランプは2度目の弾劾訴追の決議に起こり、ジュリアーニへの弁護士費用の支払いを止めるよう周囲に命じた。同年1月25日、米大統領選に絡む嘘を広めたとして、 投票集計機メーカーのドミニオン・ボーティング・システムズは、ジュリアーニを相手に13億ドルの損害賠償を求める訴えを起こした。2021年4月28日、ニューヨークの連邦検察は、ウクライナ疑惑の捜査で、ジュリアーニの自宅と事務所を家宅捜索した。2021年6月24日、ニューヨーク州最高裁判所控訴部は、 大統領選で不正投票があったなどと誤った情報を主張する行為を公益への脅威と認定し弁護士資格を仮に停止した。これは一時的な措置であり最終判断は今後の正式な懲戒審問を経てくだされる。同年7月7日には首都ワシントン DC においても弁護士資格の一時停止が決定した。ありがとうございます。